はい、どうも、ケイキングです。今日はですね、聖剣伝説3やっていこうかなと思います。まあ、リメイクのね、発売が決まって、まあ、近づいてきてるんですが、だからこそよ、ちょっとね、振り返っとこうじゃないかということでやっていきましょう。で、リメイク、まあ、体験版ですね、動画何本か上げたんですが、まあ、その時にシャルロットやって、体験版できるところまでもうね、動画出してます。まあ、それにシャルロットなんで始めたかっていうとね、パーティー診断できるんですよ、公式で。それでね、シャルロットだったんですよ、主人公が。あと仲間が、ケビンと、デュランかな。まあ、そのままでね、始めたっていう感じです。発売になったらね、まあ、そのままその記録を続けるか、まあ、崩壊かでちょっと迷ってます。まあ、どっちにしようかなっていうので。さあ、とりあえずね、まあ、今回このスーパーファミコンの、まあ、主人公を決めていきましょう。いや、でも崩壊とシャルロット以外ですね、まあ、これちょっとリメイクでやる可能性があるので、で、一回ね、デュランで実況してるんですよ。ちょっと動画消しちゃったんですが、このスーパーミコンのね、クリアまでしたんですよね。で、その時のパーティーが、デュラン、アンジェラ、リース。あー、ケビン、崩壊、シャルロット。まあ、それでもいいけどね。どうしますかね。ケビン、もう一回デュラン主人公でもいいですけどね。あ、リース行くか。リース主人公行こうか。リース、リメイクでね、使うとは思うんですが、まあ、主人公で選ぶ予定ないので、OK。リースにしよう。リース、なら崩壊使おう。崩壊。まあ、あとは、そうやね、まあ、デュランでもいいけどね、まあ、バランス取れたいいチームですね。まあ、その場合はデュランは、光に進めるかな。ケビンでいくか。うん、ケビンで行こう。もうゴリゴリ、もうバフデバフ、もう物理攻撃でもう押しましょう。回復はね、アイテムでいけるので、それでいきます。ケビンは闇、ホークは闇、リースは光。かな、一応。まあ、バフもアイテムでいけるんですけどね。さあ、ローラントの王女リース、今日も見回りに出てた。私がやってみましょう。みんな見てて。リース様気をつけて。こいつ結構強かったよね。 HP 高かったよね。まあ、適当に戦おう。みんな見てて、私の戦いを。崩壊で始めた場合はね、このパーティーと一緒つまらんか。崩壊の場合はちょっと変えるか。ただ、リースは使いたいので、リース、崩壊、デュランにしようかな。その時は。リメイクの話ね。リメイクは発売日に、あげる予定です。実況は。OK、終わり。やったー。やっぱりモンスターが以前に比べて多くなってる。それに風が鳴いている。で、リメイクのね、その音楽っていうか、まあ、BGM あるじゃないですか。それもね、結構良かったですよ。いや、聖剣はほんと BGM もいいよね。まあ、俺3もね、好きなんですけどね。3もちろん好きなんですが、2とかも好きですよ。聖剣シリーズは好きですね。さあ、弟探そう。はい、気合で分かるはずだ。待って俺。うん、そう遠くは行ってない。おそらく城のどこかにおるようだが。プンプン、めっちゃ怒っとるやん。激おこプンプンや。
さあ、エリオットを探さないといけないと。リース主人公はね、ほんと久しぶりっすね。こっちに行くよね、後でね、探しにね。そうでしたよね。おはようございます。はい、おはよう。うん、Gは嬉しい。はい、じゃあ解いてね。はい、こっちには来てない。さあ、ちょっと話しかけようか、いろいろね。リースさんみたいにかっこいいアマゾネス戦士になる。ここは？あ、おっとおっとだ。はい、どこ行った？さあ、これでエリオットをね、探す。エリオットどこいるの？おったおった。ぼっちゃんぼっちゃん。この城の王子様だよね。これからとても面白いことが始まるよ。ビルベンだよ。今日は王子様にとっておきの手品を見せよう。めっちゃ喜んでるわ。はい、武将術。地下室があるだろう、そこでもっといっぱい見せてあげるよ。さあ行こう。さあ、エリオットね、ちょっと追っかけましょう。さあ、さっきのとこね、行きます。こっちで、こっちでしたね。で、こっちね。ここ。で、この金の、女神像は回復とセーブができます。で、銀はセーブだけ。はい、とりあえず今はね、進みます。エリオットどこいるの？うん、早く手品。さあ、ビル、そしてベン、ビルベン。さあさあ、坊主、いや、おじさん、こちらへ。はい、ここはどういう場所？うん、風をコントロールするところ。王族の鍵がないと動かせない。風を止めてもらえるかね。とっておきの手品というのは、あの世から王子の お母様を呼び出す術。お母様に会いたくないのかな。風があるとお母様も天国から降りてきづらいだろう。さあ、お母様のために風を止めてあげようじゃないか。まずいぞ。でもリースお姉様は絶対風を止めちゃダメだって。もうなんとかわいそうに。王子はお姉様に騙されてるんだよ。お姉様はこの術のことを知っていて、自分だけお母様に会ってるのかも。そんなぼやぼやしてるとお姉様に見つかっちまうぞ。さあ、リース来た。二度とお母様に会えないよ。さあ、エリオットどうする？でも、えい、このガキ、さっさとしやがれ。エリオットを話しなさい。難攻不落を誇るローラント城もこの風さえなければ我がナバール忍者軍の敵ではない。一斉進行が始まっているはずだ。
おっと、そんなことやってる暇はあるのかな。さあ、国王が危ない。くっくっく、ほらな坊主、リスネさん、お前のことなんかどうでもいいと思ってるんだよ。さあ、こっちに来い。気づいてあげてよまあ今お父様が危ないっつってね、もう必死ですからね。あ、エリオットがいないただ向かいます、国王のところ。大丈夫、しっかりして。はい、国王のもとへ。さあ、一応戦いつついきますか。ほい、くらえ。この BGM が最高っすね。ずっと戦闘しておれますよねこれね、ずっと戦っとれるわ。やるやん。ほいほい。さあ、向かおう。お父様、この日が来ることを風が鳴いて知らせてくれていたのに、マナの変動がわしの勘を鈍らせたのかもしれん。私のせいでエリオットが。城内にはエリオットはいないようだ。ケアが遠のいた。おそらく敵にさらわれたのだろう。リス、エリオット頼んだよ。この辺のね、まあ、さっきのビルベンとか、この女将軍ね、まあ、この辺が気になる方は、リメイクのホークアイの動画ね、一本上げたんですよ。その始まりの部分ね、この部分。まあ、これ今リースバージョンじゃないですか。じゃなくて、ホークアイバージョンね、上げてるので、まあ、気になる方はね、見てもらえたらなと思います。まあ、この辺出てきますんで。さあ、ナバルに帰り、フレミカン様に報告。再び軍を率いてここに戻る。退却。エリオット、でもどこに行けば。困った時はウェンデル、光の司祭を訪ねる。向かおう。こん時のリースいいっすよね。あ、俺ちょっと体験版でこのシーン見たいな。さあ、弟のエリオット王子を探し、今一人旅立つ。物語はまだ始まったばかりなのだ。
さあ、ジャドにね、着きました。街の様子がいつもと、違う。あんたも気をつけな。我々ビースト軍が占領した。おとなしくしてれば危害は加えない。さあ、ちょっと話も聞きつつね、さっさとこの町から出て行っておくれよ。さあ、ホークアイ、おや、どうしたんだい美しいお嬢さん。ここで俺とデートでもしようじゃないか。おっと、そう怖い顔しなさんな。冗談だよしくしく、いいね、ホークアイ。実はそこが狙い目。街を抜け出すチャンス。まあ大体さ、 RPG ってさ、酒場でね、情報を仕入れてで進んでいくと。さあ、じゃあ夜を待ちましょう。夜がチャンス。あ、ちょっとアンジャーにも話しかけとこうか。はい、まあ、男だったらまあちょっと変わるんですけどね。あ、男の主人公だったらね。夜、さあ美女2人が寝てると。アンジェラ、そうやね、アンジェラリースでもいいかもね。ホークアイで始めてアンジェラリース、まあ、それもありっすね。なんかリースやったらリース主人公もいいなっていうねそれもありですよね、リメイクね。どうしようかな、ちょっと迷いますね。やるやん、まあ、戦闘は適当にしつつ進んでいこう。ラビの森、まあ戦いつつ一応ね、いきますか。おった、アイテム欲しいけどね。はい、ラビオもサクサク買って、そこにいるのは分かってる。はい、アストリア、はい、アストリアはこっちだよ。入ることができない。ラベンデルね、今行くことはできません。とりあえずアストリアに向かう。ね、適当にちょっと話聞いて、誰がこの辺とかいますかね。おるわ。さあさあ笑って、ちょっとじいさんにも話しかけるか。あ、ここで話してくれてますね。金は HP、MP 回復してくれる、どっちも記録の保存はできるよと。 OK、 あとはね、そうやね、この辺は青とた。誰も信じてくれないけど俺は見た。変な光が湖の上空を飛んでいるの。きっと、今夜も現れるかも。よし、あとちょっとここも入りますか。
ねえ、今日はやけにうなる。どうしたんだろう。まずいぞその鳴き声。よし、オッケーかな。とりあえず話したかな。まあこれ一応ね、話しかけてるんですが、話しかける必要ね、ないです。じゃあ関係ないやつにもちょっと話しかけてね。よし、ちょっと休もう。はい、休む。まぶしい。太陽圏か。はい、ということで、まあ、今回はここで終わりたいなと思います。まあ、次あの光をね追っかけていくということで、ご視聴ありがとうございました。